前は3、4コーナー、中間4コーナーにかかって、1番ディバイングレースが行く展開になりました。リード体半分。11番のエリンジウム、今日は2番手で残り600を切りました。さらに外、3番のウィン・アイオライトが3番手、大外13番、ビービーラノン、横に広がって直線コースに入りました。これらの間を狙って、2番のラファドゥラ、さらには4番のロカイユの追走です。外へと持ち出す7番のガールズレジェンド、現在中段。さあ、1番のディバイングレースは後退している。代わって2番のラファドゥラが先頭に立って1馬身リード。これを追って3番のウィン・アイオライトが2番手で、内からは9番のパバーヌが追い込んできた。9番パバーヌ追い込んでくるが、抜けた2番のラファドゥラ、2馬身から3馬身のリード。3番ウィン・アイオライト2番手、先頭2番ラファドゥラ開始を5塁。この後は固まってアウグより差を詰めて、さらには16番カフェカズショコラ、第4コーナーをカーブ直線コースに向かいます。逃げている9番ネクストブレイク、リードが半馬身、差を詰めてきました8番アウグーリ2番手、残り 400m 今通過します。内からは5番のプレサージを差を詰めてくる。前3頭ならすいか、あとは追い込んでくるのが4番サクセスパルス、今4番手、あとは追い込んでくる1番のホウオムサシ、坂を上がって200を通過した。先頭変わったか、外アウグーリ、内からは5番のプレサージオ、プレサージオ、そして9番ネクストブレイク3番手か、外からは1番ホウオムサシ、ホウオムサシが捉えたか、ゴール。コーナーカーブ、これから直線コースへと入ってきます。さあ直線に向いて14番の稲穂がわずかに先頭ですが、15番ロッカバラード並んでいきました。残り間もなく400、その後1馬身半差、2番のディーン、そして10番のドーンパッセージ、外へと出して1番のメモリーグラスが追ってきた。メモリーグラス、その1馬身半後ろ、さらに外から5番のサクセスバラードも追い込んできた。今度は1番のメモリーグラスが先頭に変わって200を切りました。内側2番のディーン食い下がっていますが、外から5番のサクセスバラード、あっという間にかわし去って1馬身半、2馬身突き放す。2番手は1枠2頭の接戦、先頭5番サクセスバラード開始を降臨。2着1番メモリーグラスか2番のディーンか、白い帽子2頭の競り合い。